ご視聴ありがとうございます。ミニゴロウです。白菜、美味しいです。シャキ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 。さっぱりしているね。みずみずしいね。美味しいね。これは無限に食べられるね。白菜は11月から2月にかけてが旬です。白菜、大根、豆腐は養生三宝と呼ばれています。養生三宝は冷と温と両方持ち合わせた食材で、一緒に炊き合わせると相乗効果で淡白な味と深みのある旨味を醸し出し、使用競争と体力免疫力を高める優れた料理です。白菜は約 95% が水分ですが、ビタミン C、鉄、マグネシウム、カリウムが入っています。カリウムは塩分を体外に排出する働きがあります。カリウムが入ってるならむくみにくくねー。食物繊維は少ないので、いっぱい食べるとちょうどいいでしょう。いっぱい食べるねー。白菜が美味しいから持ち帰るよ。白菜食べたくなってきたでしょう。